吉富駅は京都府南端市や議長木原肘かつにある西日本旅客鉄道3位本線の駅である。駅番号は JRE15。佐賀の線の愛称区間に含まれている相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。2009年3月に前後の区間が複線化されたことにより分岐器や絶対信号機を持たない停留所となった。駅舎は 地元の郵便局との合築となっており、1番乗り場に面している。反対側の2番乗り場へは、古線橋で連絡している。かつては、現在地より踏切を挟んだ北側のその辺寄りに一面一線の無人駅とホームが伸びていた。その当時のホーム有効長は極端に短く、普通列車でも時間帯によっては通過する列車があった。民営化後。 行き地外設備を整備するために移転したのが現在の吉富駅の元になっている。亀岡駅管理の無人駅である。スマートアイコカ、クイックチャージに対応した自動券売機が設置されている。自動改札機は簡易式。アイコカ利用可能駅。上表の路線名は旅客案内上の名称で表記している。2009年3月の伏線化までは、 駅舎側の一番線を上下本線とした一線スルーで通過列車及び行き違いを行わない停車列車は上下線とも一番線を通っていた。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。